インペイチャンネルです。またまたね、不動のデュークが入校してまいりましたが、もう近所にねリーダーがあるんでそっち行ってもらったらいいのですが、これでどうもヨーロッパ仕様のようでね、正規で日本に輸入されたものではないようです。並行輸入車というやつですよね、俗に言う。 KTM の正規車両でも登録はね並行輸入車という扱いで登録になるんで、まあ何がね、並行輸入車かちょっとね定義がまちまちなんですけれども、でこちらねクランキングはするんですけれどもね、エンジン始動せずで、で燃料ポンプはねちゃんと動いてますので、まあ単純なところだとは思うのですが、指導者で見てくれということで、もう今日29日なんでね、今から部品頼んでも入ってこないんですけれども、まあ診断だけねしておきましょうということで、見ておきたいと思います。で現在ね、先ほど見ていただいたようにクランキングはして燃料ポンプは作動して、メーターの方はねエンジンのチェックランプが点灯しています。ではねプラグ火花飛んでいるかどうか見てみましょう。はい、プラグの方をね取り外しまして一旦プラグキャップへね装着しています。でプラグ見ていただいたら分かるようにもうほぼ新品なんですよね。この外資も色がついてませんしね、こう燃えたような跡がありませんので、まあおそらくこの段階でねもうお分かりかとは思いますが、多分ね火が飛んでなかったんでしょうね。で一旦プラグでも変えてみようということでプラグ変えてみたが改善されず、もう買い替えたらということのような感じがしますがね。でプラグ内におってみるとガソリンの匂いしますのでね、で燃料の方は供給されているようです。で火がねつくようでしたら、まあクランキング中にもねボソボソっとなんか音がしそうな気はするんですが、まあ、全くね、こう爆発しているような音はしませんので、火がねどうも入ってないんでしょうね。これねプラグ取り外すのにね、こう車載のこの長いプラグレンチね、こうもう車両のいろんなところに当たって差しにくいかと思います。で KTM さんのね純正でもうこの折れ曲がるプラグレンチ売ってますんでね、まあさいさいプラまあこのねデュークとかでさいさいプラグ外す人はいないかと思いますが、まあさいさいねプラグ外したいという方はこのプラグレンチ用意しておいた方がね作業効率は上がります。でこのヘッドの金属部分へちょっと当てましてね、あれ、まあ、握ってね、火花が来るか、体感すればいいんでしょうけど、そこまでね、ちょっと根性がありませんので、これで勘弁してください。まあ、なんとか見えますかね、プラグ。ね、ちょっと先端見にくいですが。では、クランキングしてみましょう。もう火が飛ばないと分かればね、こう近づけて、うんね、火花飛んでないですね。でやはりねこうプラグホールの方からは、ガソリンの匂いがねしてきますんで、ガソリンはね燃料は供給されているようです。ではね診断器でどのような高度が出るか見てみましょう。で車両のね、診断器の接続用のカップラーから、この怪しい診断器。まあ、これはね、インドとか、まあ、あっちの方ではね、正規の診断器になっておりますが、ボッシュのものです。で、こういう表示を見てみましょうかね。ビークル2014KTM、 まあ怪しい車両がいっぱい出てますけど、250デューク、これ ABS もねできるんですけどね、これ点火の方リードコード、あ出ました、クランクシャフト
ポジションセンサー、フライホイールの横っちょあたりにね、パルスを拾うセンサーがありますので、まあそちらがねエラーということで出ております。まあよくねこの並行輸入車とか診断機接続できないとかいう方いらっしゃるんですが、まあこのようにね接続可能です。他のも見ときましょう。ABS。リンクエラー。まあ、こちらね、ABS なしモデルですので、ね、ABS のエラーが出たら、まあ、びっくりですけれども、いうことです。ABS の方もね、これね、他の車両でも使ってみたんですが、やはりね、ABS 付きのモデルでも使用できました。では。で、ECU チューンとかでもね、これいけるんじゃないのと思われる方いらっしゃると思うのですが、これね、この KTM にありがちなこう診断用カプラですが、これね、端子の並びが違うんですよね。なんで、ECU チューンじゃちょっとね、診断ができないという形になっております。まあ、あのね、アプリで診断できれば一番ね、簡単なんですけれども、まあ、といった具合でございました。はい、ご覧いただきましたようにね、診断機の結果では、こちらのフライホイールの横にある、ピックアップコイルですよね、パルスジェネレーターといいますか、クランク角センサーといいますか、ね、そのセンサーが異常という信号が出ておりました。で、診断機使って横着しやがってという方もいらっしゃると思うんで、まあ昔ながらのね、手法でも見ていきたいと思います。まあ点火系のね、まあ大体の構成が分かっていれば、まあテスターがあればね、こういったものも、点検、診断機なくても点検していきます。で、まずね、こう、点火をつかさどる一番のね、頭脳であります ECU がありますね。ECU までは、12V の電源がね、こうかかっていることが前提となります。まあ、それがね、12V ECU にかかってないとなると、こちらね、他のシフトポジションですとか、まあ、いろんなものがね、ECU に、信号入ってますので、まあ、そういったものがね、表示されないですとか、まあ、ディスプレイがおかしくなるとか、そういったことが出てきますので、まあ、ECU まではね、電源来てるのは、まあ、ちゃんとね、その、線を辿っていけ、行って、確認すればいいのですが、まあ、ちょっと横着させてもらって、まあ、いうのがね、ECU がね、タンクの下の方にあって、しっかり点検するにはね、全部もう、外装を取り外さないといけないので、ちょっと横着させていただいて、もうそのね、まあ分かる範囲で、これは大丈夫ということをね、メーターの方で確認しまして、ECU までは電源が来ているものというかね、まあ来ているとします。ECU からね、この、イグニッションコイルですよね。で、こちらを、こちらね、12V がずっとかかっていて、その 12V をね、断続することによって、コイルに大きいね、電気が発生して、最終的にはスパークプラグでね、火花をこう飛ばすということになるんですが、ですのでね、このイグニッションコイルにつながっているカプラにね、12V が来ているか見てみましょう。これで見えるんですかね。アースを差し込んでおいて、じゃあね、電源をオンにしてみましょう。こっちは、アースが取れてなかったですね。 12.63、バッテリー電圧は、イグニッションコイルまで、ね、電圧はかかっています。ですので、ね、あとはね、ECU から、そのね、断続させる信号が来れば、
ね、プラグに火花が飛ぶはずですが、それね、プラグに火花が飛んでないということは、そのね、今このプラグにね飛ばすタイミングですよという信号を送っているものがねなくなっていると判断できます。ですのでね、まあどこかしらね配線をいじくったような跡があればそのね跡を見るですとかできるんですが、もう全然ね走行距離も少ないので、全然ね配線触った跡もありませんので、まあコイルが怪しいんじゃないかなということになります。こちらねピックアップコイルですよね、ジェネレーターからのピックアップコイルが、来ている配線、今ねもうちょっと最近外しておきましたが、こちら2本ありますが、これがね、このクランクのね角度を今火花を飛ばすタイミングですという信号を送っている、こうピックアップコイルの配線になります。こちらねエンジン側から来ている配線をカプラから今抜いております。でそのピックアップコイルというのもね、クランクシャフトが回って、そこのクランクシャフトについてるフライホイールが回って、その縁にね、金属の突起みたいなのがあって、それがねそのコイルを通過した時に、まあその落ちた電気をねこちらの配線から ECU の、ね、頭脳の方に送っています。ですのでまあそのね電圧が出ているか見ればいいと思います。でよくねメーカーさんによってはね抵抗値で出しているところが多いのですが、抵抗値がねまたあんま当てにならないですよね。で、ね、エンジンが熱を持ったら抵抗値が変わったりですとか、そういったこともあるんでね、抵抗値よりはこのね、信号を送るための配線にちゃんとねその発電した電気が流れているかというのをね見た方が一番確実かと思われます。でそのね常にまあ電圧かかっているわけじゃないんで、フラホイールが回ってね一瞬パッとあの電気がね起きるだけなので、通常のテスターですとねまあ針が触れなかったりね、こう表示されなかったりするんですよね。でまあ正確に何ボルト出ているかというのがもう一瞬のことなのでね、そのね電圧がね、テスターへ表示がされにくいです。ですので、ね、その数値を分かりやすいようにするものがこちらね、これも古いもんなんですが、ピークボルテージアダプターというものにあります。ピークね電圧のこう頂点の、ボルテージボルね電圧が、測定できるこのアダプターというなものになります。でこれね2サイクル前線の時ですよね、本田さんが AF18 ですとか27とかのディオのあたりでね、これ診断に役立つんで買ってくださいということでよく斡旋してたものなんですけれども、もうこれあるとねいろんなそういったね、コイルがテストできるんでね結構便利なんですね。で100ボルトぐらいまでは測れます。さすがにね、ね、プラグキャップに差し込んで、ね、プラグキャップに来ている電圧はもうかなり高電圧になっているので、さすがに壊れてしまいますが、こちらあるようにね、こう優しいですよね、こう、電圧書いてありますけど、パルスジェネレーター 0.7 ボルト以上、まあ 0.5 以上ぐらい、0.5 ぐらいあればね、ちゃんと信号として認識してくれると思います。まあ、こういうピックアップコイルの場合もね。で、記載たコイル100ボルト以上。まあこのねイグニッションコイルにかけるねイグニッションコイルに必要な電気を発電するコイルがある場合は100ボルト以上になっています。でまあプライマリーイグニッションコイル、まあそれもねエキサイトコイルの電圧とほぼ同等なので100ボルト以上となっています。まあこう優しいですね、こういうの書いてあって、もう今多分高圧設計したんじゃね発売してないと思うのですが、まあそういったねピックアップコイルですとか、まあ小さな電気をね、発生させるコイルの測定に、こう結構使えるんでね、他の修理でもやっぱり使ったりしてます。で、なんか一瞬ね、パッと出る電気を、こちらね、このテスター用にね、何ボルト出ていますという表示しやすいような、電気にね、変換して、こちらの、
テスターの方で表示させるようになっています。ではね、こうちょっと測定してみましょうか。完全にね、断線とかしてなければいくらかでも電圧が出ると思います。じゃあプラギングしてみますよ。18mV、 5V には程遠いですよね。でもまあいくらかはね、やっぱ発電してるようなので、やっぱコイルが劣化言ってもまだ距離がね全然乗ってないですが、まあコイルがダメになって、まあインド製のコイル多いですよね。これ、あの発電コイルもねよくダメになりますが、なんでピックアップコイルを注文しておこうと思います。あとガスケットとね、まあどっちにしても正月明けになりますが、今から注文しておけばね、明けてすぐ発注していただいてもまあすぐ入ってきますのでね。はい、ということでね、正規輸入されてない車両は信頼機かけないので修理できませんという話をよく聞きますが、まあ本当にね修理できないのかどうかというのをまあね、診断ついでに見てみました。まあバイクはバイクですのでね、診断方法は他の車両とあまり変わらなかったりしますので、並行輸入車だろうがね、正規輸入車だろうが、まあ診断の方は何とかすればこう修理の方もねできると思います。まあ全オーナーさんもね多分悔しいでしょうね。走行距離少ないのにね、手放さなければいけないとまあなったんでしょうけれどもね、多分レバーとかミラー見れば、あの車両だというのが分かってしまうかと思いますがね、並行輸入車だから直せません、直りません、直せませんじゃね、ちょっとねかわいそうですよね。ということで、指導不良の250デュークの診断をしてみました。まあ、部品があればね、組み立てまで行って、このねピックアップコイルにちゃんとね大きな電圧が上がってくるかこう測定すればいいんでしょうけれどもね、さすがにお正月休みが入ってしまいまして、もうしばらく先になりそうなんでね、診断だけ終わらせておきました。ご視聴ありがとうございました。